前回のワンダフルダイアリアグロ。アグロ。ほらほら見て、あ、いた。見た？今のアグロ。なあ。見た？ちょっと飛んでたよな。なあ。ほらほらほら、あいた。いやーすごいなー、鳩に捕まれんねんで。空飛べるなんてすごいなー。俺もっと大きい鳥やったらな、自由に飛べるんやろかな。あれさ、もっと大きい鳥やったらさ、もっと長いこと飛べるかもしれへんで。よし、やってみよっか、アグロ。それから、僕とアグロの挑戦が始まった。こうやってさ、たまに、こうやってさ、こうやってたまに走ってたらさ、なんか、鷹みたいな近づいてくるやんか、アグロ。それに、飛び乗ってみようか。それいけるんちゃうかな。ちょっとな、二人の息合わさなあかんで、でも。よし、頑張って行ってみよう。お、来たで、鷹、鷹来たで。よいしょ。ああ。あかんかったなー。来た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 で来たで、ほっ、あー、惜しかったなー、今の惜しかったな、アグロ。アグロあれかな、やっぱこの体勢で飛んでもやっぱジャンプ力落ちるから、これあれかな、立った方がええんかな、これな。これでほっ、なんぼかちょっと高くない今の。ちょっとな、息合わさなあかんけどな。ちょっと、アグロの上立つやり方でやってみよっか。うん、その方がなんかちょっとな、距離的に近い気するわ。うん。来たで、来たで、来たで、来たで。アグロ来たで。もっと来い、もっと来い、もっと来い。もっと来い、もっと来い。いや、キーヒンの回。あー、惜しい。惜しかったな、今の。来た来た来た。
来たで来たで来たで。今や来た、アグロ来た、ほらほらほら、アグロ見て見て、ほら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 、すごいすごい、ほら鳩より飛んでんで、ほら、あ、すごいすごい、ほらほらほら、アグロ、ほら、アグロと同じスピード、ほらほらほら、そしてまた僕は一つの命を奪った。そしてまた次の巨像が指名される。僕はまた次の巨像の居場所を探る。どうやら今回はこちらの方角らしい。僕は地図を開き、地図左下の1という数字を気にしながらそっと地図をしまった。ん？なんや、アグロ、あれ。なんか吹き出してるぞ。見てみよう、見てみよう。わ。なにこれ。わわわ。何これ、なんか吹き出してるね。なんか温泉みたいな感じ。これなんやろね、これ。うわ、あ、ごめんごめん、ちょっとびっくりしただけ。大丈夫大丈夫。はあ、なんかこれ温泉かなんか吹き出してんねんな、これ。はあ、すごいね。3箇所ぐらいあんのかな。うん、何のためにあるんやろう。僕は心の中で次の戦いのキーポイントになることを悟った。まあまあ、気にちゃんと行こうか。吹き出した霧のせいだろうか、視界は非常に悪かった。僕は光の差す方に進んだ。すると突然、岩が動いた。違う。岩ではない。
それはまるで甲羅を背負った亀のような巨像だった。その亀の巨像はこちらに向かって火を放つ。またもや中距離攻撃をしてくる巨像だ。僕は今後このタイプの巨像が増えると確信した。僕は巨像の弱点を調べる。やはり頭頂部のようだ。僕はおそらく、あの吹き出す湯気がポイントだと思った。うまく巨像をあの湯気のポイントまでおびき寄せられないだろうか。この湯気を使ってどうしろと言うんだ、僕は思った。またもや湯気が吹き出す。巨像の体は宙に浮いた。ん？何か足元に黄色い部分を見つけた。これに違いない。僕はそこに弓を放つ。しかし巨像は倒れない。こちらにもあった。僕はまた矢を放つ。すると巨像は大きくひっくり返る。今だ、今しかない。僕はそう思い、裏返った巨像のお腹側に回る。ここから登れそうだ。僕は巨像の体に飛びついた。僕はそのひっくり返った甲羅を目指す。弱点はおそらく頭頂部だ。僕はなんとか背中に乗ることに成功した。頭はどっちだ？暴れる巨像。これが頭か。やはりあった。僕は頭頂部のハゲを見つけた。僕は持っている剣でその部分を強く突き刺す。暴れる巨像。突き刺す。さらに刺す。そのハゲが移動しないことを願いつつ突き刺す。ハゲは消えない。よし、今回の巨像は完全にここが弱点だ。僕は思った。さらに刺す。もう少しだ。少し握力を回復させる。
そしてまた刺す。己の願いを叶えるため、僕は強く強くその部分を突き刺した。そして僕はまた、一つの命を奪った。僕は大きくアグロを呼んだ。しかし間に合わず、また黒い霧が僕の体の中に入ってくる。なぜだろう、9人ぐらいから見られてる気がした。気がつくとそこは、やはりまたいつもの神殿だった。僕はこの先、さらに凶暴な巨像との戦いが待ち受けるというのを悟った。アグロが来た。今回もここまでのようだ。続く。